皆さん、こんにちは。今回は音楽界で注目を集める話題についてお届けします。フジテレビが今話題の音楽芸能事務所クラウド9の創立5周年を記念した特別番組あまねの放送を発表しました。2024年10月16日23時からの放送予定で大きな反響を呼んでいます。この番組には同事務所が誇る実力派アーティスト9組が集結し、一夜限りのスペシャルステージを披露するそうです。中でも世界的な人気を誇るアドさんをはじめ、大宮日和さん、栗林みなみさんなど豪華メンバーが出演予定とのこと。しかし、この華やかな舞台裏にはある懸念事項が隠されているようです。実はこの特別番組の発表に先立ち、9月29日午後1時に出演アーティストたちが一斉に2024年10月16日23時という意味深な投稿を SNS で行い、ファンの間で大きな話題となっていました。今回の発表はまさにその謎を解くネタバラシだったわけです。さて、この番組の中で最も注目を集めているのがアドさんと9月に同事務所に移籍したばかりの元欅坂46の平手友梨奈さんによる夢の共演です。平手友梨奈さんは新曲ブリーディングラブを地上波初披露する一方、アドさんの大ヒット曲ショーを特別パフォーマンスで披露するというファンにとってはたまらない企画が用意されています。この発表を受け、 SNS 上では興奮の声が多数上がっています。アドと平手友梨奈最高やん、楽しみ。平手とアドのコラボとかマジで嬉しすぎて死にそうといった喜びのコメントがあふれる一方で、このコラボレーションに疑問を呈する声も少なくありません。アドの安売りしているように見える、完全に商売の道具にされている感しかない。アドも平手友梨奈に付き合わされてかわいそうやな。アドちゃんって本当に平手さんとやりたいの？やりたくないならかわいそう。このような辛辣なコメントが目立つのは、両者のキャリアや評価の違いが大きな要因となっているようです。芸能陰と陽、平手友梨奈さんは欅坂46時代に圧倒的な存在感でグループを引っ張り、2016年のデビューシングル「サイレントマジョリティ」から2019年の「黒い羊」まで全シングルでセンターを務めた実力者です。その表現力は高く評価されましたが、一方でアイドルの範疇という見方も根強くあります。対するアドさんは独特の歌声と圧倒的な歌唱力で一躍スターダムにのし上がり、今や2025年の大阪万博のオープニングステージを任されるほどの国際的歌手に成長しました。こうしたキャリアの違いもあり、熱心なアドファンの中には同列に論じないでほしいという思いがあるのでしょう。また今回のイベントが事務所の創立5周年を記念したものであるにもかかわらず、新参者の平手友梨奈さんがエース格のアドさんと共演することへの違和感を指摘する声もあります。しかし見方を変えれば、この共演は平手友梨奈さんにとって自身の歌唱力や表現力を改めてアピールする絶好のチャンスとも言えます。彼女の新たな挑戦に期待が高まります。平手友梨奈さんは10月16日に移籍後初の配信シングル「ブリーディングラブ」をリリースすると発表しており、同日に何か大きな仕掛けがあることを SNS で匂わせています。新事務所では歌手路線を進む可能性が高いようですが、これまでのソロシングルの売り上げが右肩下がりだったことから、ネット上では賛否両論が巻き起こっています。平手友梨奈さんの所属事務所クラウド9は公式サイトで、シンガー、女優、モデルとして多彩な才能で注目を集める平手友梨奈の待望の新曲「ブリーディングラブ」リリースが決定しましたと発表。都内各所に新ビジュアルを起用した看板を掲出し、近々ミュージックビデオも解禁されるとのことで、本格的な歌手路線での再出発を図っているようです。しかしこの動きに対して疑問の声も上がっています。というのも、平手友梨奈さんの歌手需要が高いとは言い難い状況だからです。過去のソロシングルの売り上げを見ると、2020年のダンスの理由は初週ダウンロード数13,854でオリコンチャート露飛と健闘したものの、
2021年のかけがえのない世界では初週ダウンロード数が7133と半減。2024年の絶望の女神に至ってはダウンロード数が激減し、週間チャート38位という厳しい結果となっています。一方で女優としての評価は高く、2022年のドラマ六本木クラスや2023年のうちの弁護士は手がかかるではメインキャストとして出演し、視聴者から高い評価を得ています。このような状況からネット上では、せっかく女優として評価が高まってきたのに、なぜまた歌手売りなのか、今度は歌手路線、俳優はわからなくもないけど歌の方なんてほぼ実績ゼロからじゃない、女優がしたいのか歌手がしたいのかダンスなのか、どれが一番の路線かわからなくなってるような、といった疑問の声が相次いでいます。芸能陰と陽業界内でも、売上データをもとに歌手路線は難しいのではとの見方が強いようです。前事務所では女優路線に力を入れていたものの、本人の希望と異なっていたために契約終了となった可能性も指摘されています。歌手路線が平手友梨奈さんの希望に沿ったものだとすれば、音楽系事務所であるクラウド9への移籍も納得がいきます。しかし、その成功は不透明な状況です。最近では、山口百恵のような昭和アイドルの香りがする若手女優として、河合優美さんが台頭し、女優路線も厳しくなっているという見方もあります。実際、平手友梨奈さんが出演していたサントリーコーヒー、クラフトボスの CM からは降板し、現在は河合さんがその穴を埋めるように同 CM に出演しています。こうした状況を考えると、歌手路線への挑戦は平手友梨奈さんにとって背水の陣と言えるかもしれません。新事務所が平手友梨奈さんをどのように歌手として売り出していくのか、その手腕に注目が集まります。しかし、ここで新たな問題が浮上しました。一部週刊誌が平手友梨奈さんがまたもやドラマ撮影をドタキャンしたと報じたのです。10月3日発売の週刊誌によると、うちの弁護士は手がかかるのスペシャルドラマと映画版の制作が決定していたにもかかわらず、平手友梨奈さん側が芝居の仕事はしばらくやらないと降板を申し入れたそうです。これにより映画版は白紙となり、スペシャルドラマは平手友梨奈さん抜きで撮影されることになったとのこと。うちの弁護士は手がかかるは、ムロツヨシさん演じるパラリーガルが主人公の人気ドラマで、平手友梨奈さんは新人弁護士役で出演し、好評を博していました。ムロツヨシさんにとっては、タータンの映像化中止に続く度重なるとバッチリとなり、もし報道が事実なら肩を落としているかもしれません。平手友梨奈さんは過去にも仕事のドタキャンを繰り返していたと報じられており、今回の報道が事実だとすれば、お騒がせのイメージはなかなか拭えそうにありません。真相は不明ですが、ファンの期待に応えるためにも一つの道に集中して、応援する人々の不安を早く取り除いてほしいものです。今回の特別番組、雨音、では、平手友梨奈さんとアドさんのコラボレーションが実現します。両者の個性が化学反応を起こし、素晴らしいパフォーマンスが生まれることを期待しましょう。同時に、平手友梨奈さんの今後の活動にも注目です。彼女が自身の才能を存分に発揮し、多くのファンの支持を得られるよう願っています。最後に、皆さんはこの話題についてどう思われますか？平手友梨奈さんの歌手路線への挑戦、アドさんとのコラボレーション、そしてドラマ降板の噂など、様々な角度から意見を聞かせていただけると嬉しいです。また、今後取り上げてほしい話題やアーティストがあれば、ぜひコメントでお知らせください。この動画を楽しんでいただけたなら、高評価やチャンネル登録をしていただけると幸いです。これからも旬な話題をお届けしていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。